鹿狩りへようこそ。2名様ですか？3名だぞ。これは失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。注文が決まりましたらいつでもお呼びください。ご飯を食べてから本の話を切り出すのか？当然よ。面倒な仕事を優先してたら美味しいご飯もまずくなるでしょ。そこまで仕事が嫌いなんだな。最近ますます賑やかになってきましたね。早く注文しましょう。かわいこちゃん、注文はあなたのセンスにお任せするわ。鹿狩りの看板メニューの一つね。食べてみたいのなら頼んでもいいわよ。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。注文はできたかしら？じゃあ座って一緒にいただきましょう。柔らかくて味もなかなか。さすが看板メニューね。たくさん食べられないのが残念だわ。スタイル維持は魔女にとって必要不可欠だから。ぷはー、お腹いっぱいだな。そろそろいいかしら。また嫌なお仕事の時間ね。サラさんに本の話をしましょう。最近ますます他にご注文はありますか？いいえ、ごちそうになったわ。あとはイノシシプリンセスを。イノシシプリン？すみません、そのようなメニューはありませんが。本だよ、借りてた本。ああ、本ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が繁忙期に入ってしまってすっかり忘れていました。ごめんなさい、リサさん。仕事が終わったら図書館に返却しに行きます。ええ、もう忘れないようにね。かわいこちゃん、次の場所に行きましょう。